まあ両方晴れました。で今度はこの中がね、あのメッシュのような感じで、まあ、黒くなってるんで、それをまたこのねセミグロスブラックで塗るようにします。であとこれの場合ですとこことここもねあるんで、ここも塗っちゃいます。はい、できました。でこれはとりあえずこのまま乾燥を待ちます。あ、で乾燥したら、まあ、乾燥する前でももう大丈夫なんですけど、さっきのフロントの部分ではみ出たところを取っちゃってもいいんで、あとでめんどくさいんでちょっと先に取っちゃいます。なん乾燥した後の方が少ない綿棒でできるんでいいんですけど、綿棒1本2本でケチるようなもんでもないんで。これね、本当にカメラでは分かりづらいんですけど、まあまあ綺麗に塗れました。よし、でまあこれが乾燥したら今度はこういうケーキ類テールランプですね、これも色を入れていかないといけないんで、これの場合ですけど、このねテールランプのこの真ん中の部分っていうのがクリアなままなんで、真ん中をそのマスキングしてあげないといけないんで、また僕の嫌いなマスキングをやっていきます。ではこいつをとりあえず塗装します。